はい、俺たちのニューシングル東京ホライズン Day & Day、 これは12月14日台湾で発売になりますが、この曲はですね、映画がありまして、東京テアンデーという、はい、映画が公開されるんですが、それの主題歌に、今回選ばれているということで、これ作曲したカザミンは、台本読んでからね曲を作ったと、はい、どういう感じで。本ちゃん、これね、映画がね、割と歌舞伎じゃなくて、うん、落語、落語ね、うん、でもう提案で、もう江戸っ子用語なんですよ、提案で、提案で、やってる、提案でって言葉を台湾の方に伝えるのはちょっと、うん、なかなか難しい、ね、難しい、ね、そう、難しい、ね、なんかこう江戸魂っていうか、ちょっとこう力強い、男臭い、うん、この野郎、この野郎みたいな、畜生みたいな、そう、そういう江戸っ子魂が満載の曲になってます、うんうん、そう、ちょうどね5周年ということで、俺たちもまあ10周年っていうね目標をある程度最初にこう定めて走り始めたバンドだけど、5周年っていうそのまあ一つの節目というか折り返し地点ですよね、そこを迎えたっていうのを歌詞に僕は込めたので、その辺も、うん、まあ汲み取ってくれたらね嬉しいなとも思います。すげえかっこいい曲になってるんで、ぜひ聴いてみてください。